こんにちは。引き続きロザリンです。今日はね、続けてエンペラー4番エンペラーのカードね、帝王紹介していこうかなと思います。このカードのキーワード的にはね、社会ですね。社会、安定、社会。はい、この王様のカードっていうのはどっしり構えてる、この絵柄のまま、うん、これも絵柄のまま割と読みやすいかなっていうカードですけど、まあ、恋愛で出てきた場合とかだと、まあ、結婚を考えれるような真面目な付き合いができる相手と思われてるとか、この相手と結婚を考えているとか、うん、そういう感じで出てくるんですけど、まあ、このカードいい意味でね出てくる場合はそういう感じなんですけど、あと仕事とかでもこれ安定してる、どっしり構えて安定してるっていうね、社会性もね、バッチリでね、この安定してるカードなんで、仕事の方もこのカードが出てくるとバリバリ稼ぐとか、みんながねこう慕う上司とかね、うん、そんな感じなんですけど、すごく儲ける、バリバリ儲けて仕事にできる人みたいなね、はい、そんな感じなんですけど、まあこれが逆になったり、これが問題の原因に出てきた場合、こちらはこの王様のその安定してるっていうね、こういうリーダーシップを取れる安定した男性っていうのがこう悪目立ちしてきて、ちょっと自己中心的、ワンマンになって人を振り回すとか、うん、まあ、このまこのねカードやとね、もうみんなにこうね支持されて、王様の言うことならみたいなね、うん、何でもお聞きしますみたいな、もうそれなりのねちゃんとした成果も出すできる人ですけど、この逆やとね、なんやもう何ちょっとこの王様どうなんみたいな、この王様に国任しとったらやばないみたいな、うん、国壊れるんちゃうんみたいなね、自分のこう自分のペースだけで、自分の自信のなさによってこう相手を振り回してしまうとか、そういう感じで、あとね、この問題の原因っていうところに正位置で出てきた場合でも、ちょっとこれが行き過ぎてるとか悪目立ちすることになるんで、なんやろ、恋愛で見た時になんかこううまくいかへんカード出るなとか、ちょっとこの辺つまずくな、なんでやろうなって原因で王様、帝王が出てきた場合、なんていうのかな、抗えないボスの存在という意味があって、ちょっとこう気難しいとか、この人には逆らえないとか、結構ド S な、ね、感じとかね、相手が逆らわれへんわって感じで、あと自分のそのね内面にある何かにこう逆らわれへん時とかね、そういう時にも出てくる可能性もありますね。はい、うん、そんな感じなんですけど、また最後にちょっとね、まあ、まとめますけど、さっきの、女帝のカードと並んで安定しているで、やっぱ、帝王なんで、この社会ね、社会のあのトップに立てるリーダーです。はい、でこのね、これですね、あの羊です、お羊だ。これは星座のトップバッターに立つ、まあ私も星座なんですけど、そういう意味もあって、まあこれトップバッターです、トップですよね、帝王なんで、はい、社会的にもこうね、きっちりと地に足をつけた帝王で、みんなに支持されるリーダーね、で安定、結婚とかね、うん、結婚も考えれるとか、安定、逆はちょっとこうモラハラっぽいですよね、うん、相手を振り回してしまう、なんていうのかな、実力がこうついていってないとか、不安定な人とか、
自信がない人、うん、ためらってたりとか腰が座ってないという感じです。はいはい、こんな感じになりますけど、はい、じゃあ今日はこんな感じで、皆さんね、ちょっともうちょっとね、どん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 私もこうもっとね説明分かりやすくうまくできたらいいなと思いますけどね、頑張ります。皆さんもこう覚えるの頑張ってください。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ロザリンでした。